さあこちらがミブロ所属秋、1972年5月生まれ、40歳のファイターです。対してこちら直進館シュートジムズ、まもなく21歳となる新鋭石原ヤシャボーです。生きがいい、人気ありますね。そうですね、はい、ブラジリアン柔術を土台としています秋。対してこちら、打ち合ってくれないかなというコメントがありました石原ヤシャボー、フェザー級2回戦です。握手を交わして試合スタート。飛び膝、勢い余ってというところ、首を制するようにするタックルは秋、しかし左のパンチ、いやいやパンチですね、アッパーですね。前進してくるところ、はい、さらに打ち込んでいく、崩れた崩れた、追撃追撃鉄追、あっという間の終了。ものにしたのは石原ヤシャボーです。強い、鮮烈すぎます。ワンマンショーでしたね。そうでしたね、はい、いや秋も前へ前へと食らいついていったんですよ、ね、タック狙いでいったんですけどね、捕まっちゃいましたね。いや、やりました、やり応せました。試合タイムはなんと1ラウンド19秒、秒殺ですね、すごい。さらに今後も楽しみです。 KO 勝利を収めました石原ヤシャボー。